はい、4党の幹事長職員長会談、そして国対委員長を組んだ会談を先ほどまでさせていただきました。まず4党で確認できたことを私から発表させていただきます。まず今日北朝鮮がまたもや弾道ミサイルを発射をいたしました。度重なる国際社会への挑発行為に対して断固抗議をするということ、与党で確認をさせていただきました。その他は国会に関わることについて、協議をさせていただきまして、都議選の結果はもう明らかなとおりですね、安倍政権の説明責任を果たさない不誠実な態度に対して都民は厳しい審判を下したというふうに思います。自民党の国対委員長は都議選の結果を見て我々が要求をしていた国会を開くか開かないかを判断すると言っていましたけれども、改めて結果が出ましたので、従来から憲法第53条に基づいて衆議院で120名、参議院で72名の連名で速やかに臨時国会を召集するよう要求していましたけれども、改めてこの臨時国会の速やかな召集を強く強く要求をしていきたいというふうに思います。一方、閉会中審査については、大ずる気配が出てきておりますけれども、残念ながらやったふりをするような短い時間で、セットするのではないかという懸念を持っています。閉会中審査は当然やるべきだというふうに思いますけれども、十分充実した審議時間の確保をこれも強く要求をしたいというふうに思います。付け加えるならば、閉中審査があるから臨時国会やらなくていいということではありません。閉中審査はマストであるということでございます。その際、前川前文科次官、安倍昭恵総理夫人らの承認官房は必ず実現をしなければいけないと思っています。さらに、稲田防衛大臣の常軌を逸したとんでもない発言は、これもまた、自民党の大敗の大きな要因だったというふうに思いますが、いまだに総理がかばい続けているということは信じられません。内閣改造まで引っ張っていくかもしというつもりかもしれませんが、現実に2プラス2などが中止延期のような状態になっていて、国際社会ももうその任にあらずと見ているわけでありますので、稲田防衛大臣については即刻罷免をするということをこれも強く要求をしていきたいというふうに思っております。なおこの議論をした過程においては、それぞれの党からもっと独自のご発言もありました。確認したことは今のことでございます。基本的には安倍政権に対して、ノートに審判が下ったわけですので、その審判を踏まえてやはり安倍政権については我々強く迫っていきたいというふうに思います。あとは補足を皆さんからしていただければと思います。今野田幹事長が発言された中身で全面的に私は賛成であります。同時に付け加えるということでいうと、首都東京の都議会議員選挙で、明確にこれは安倍首相不信任、安倍政権不信任、自民党不信任という結果が下ったと思いますので、やはりここはですね、国民に信を問う、解散総選挙で国民に信を問うべきだというふうに私もとしては考えておりまして、まず臨時国会を開かせ、その上でやはり解散総選挙ということに迫っていくことが必要ではないかというふうに思っています。国会の開会に関しては、今お話ありましたように、閉会中審査は当然やらなければいけないと思いますが、それをもって臨時国会がやらないというようなことは許されない。これは憲法に基づく開会要求をしているわけですから、当然政権としてはこの憲法に基づく要請に応えるべきだということを強く迫っていきたいと思っています。しかし、先ほど野田幹事長おっしゃったとおりなんですけれども、ただ特に稲田大臣、今朝もこの北朝鮮の、ミサイル発射ということで、改めて今安全保障環境、
厳しいというふうに安倍内閣自体が言っているわけですけれども、2プラス2が延期中止になるようなそんなあの防衛大臣ではいけないということで、罷免をするのは当然なんですけれども、しかし、稲田さん一人の罷免でいいのか、むしろもうここまで来ますと安倍内閣総辞職をすべきである、臨時国会を直ちに開き、そして安倍内閣は総辞職するということが必要ではないかなというふうに思います。で、あの都議選の最終日に安倍総理が演説されました。こんな人たち、こんな人たちの代表でございますけれども、あの、まあ、あの言葉は決して許すことはできません。あの安倍総理のこんな人たちという発言は、まあ、つまり、安倍友には自分の友達、そして自分の意のままになる人、その人たちには利益供与をし、便宜供与をし、そしてかばう、でも自分に異を唱える人たちはあらゆる手を使って弾圧し、口封じをし、そして、批判を許さない、こんな人たち、国民を分断するような、まあ、とんでもない発言をした、このことに対して改めて、強く抗議をしたいと思いますし、それを受けて記者会見で質問された菅官房長官が常識的な発言だというふうなあのお答えだったようですけれども、もう安倍内閣自体があの正常な判断、正常な思考といいますか、そういうものができないような状況になっているのではないか、国民にとって非常に不幸なことであり、危ないことだというふうに思いますので、まあ、直ちに総辞職をするべきだということを改めて、求めたいと思います。はい、4党の合意は野田幹事長からおっしゃっていただいた通りでありますが、付け加えさせていただくならば、今森さんからもありましたけれども、都民の皆さん方の審判によって歴史的な惨敗を期した自民党とこういう状況は、まさに安倍政権そのものに向いておった、こう言わなきゃならんと思うわけでして、その意味で言うならば、むしろ臨時国会を開いて、そして、総辞職をすべきだ、こういうふうに言わなきゃなりません。ただ単に、稲田さんとんでもない発言でありますけれども、それ以外にも萩生田官房副長官、とりわけ官僚全体を仕切っている人事局長も兼務している、その人がやっぱ家計学園問題に深く噛んでいる、こういう問題もあったり、山本地方創生担当というのが国家戦略担当の山本さんですけれども、この方のこれまでの発言や対応ということなどを含めてみますと、もうみんなやっぱり総辞職をすべき、ところなんだろう、このように思います。そのことを強く求めたいと思います。ご質問ございますか。まず NHK の黒川と申します。ちょっと確認なんですけれども、4党で一致されたのは、臨時国会と稲田大臣の罷免という理解です。それと臨時と要は閉中のな並び具合で、臨時国会開けという中に閉中はマストだという認識でいいんでしょうか。あの確認しますとね、一つはまず北朝鮮への抗議、これ4党確認ですね。それから2つ目は臨時国会の早期召集、これ憲法に基づく要請をしているわけだから、きちっとそれに対して答えを出してもらわなければいけないと。それと閉会中審査はちょうど今与党が呼応しようとしてきていますけれども、今の動きはやったぐりみたいに短い、与党で質疑時間の中で、ね、従来より幅を持たせようなというとんでもない動きでやろうとしているわけですから、そうではなくて十分な、ね、審議ができるように、これ予算委員会だけではなくてですね、あの EPA の議論がある漏水、科学院に絡んで言うならば内閣とかいろいろあります、文科とかですね、そういう委員会なんかもしっかり閉会中審査をやっていこうと、あのお茶を濁すなということです。でこれはマストです。閉中はマスト、閉中はマストだけど、臨時国会は当然要求してるから早く答えろということです。あの臨時国会と閉中並んでというか、あの含めてじゃないです、これは項目立ては別です。
それとその中に入るのが前川さんとか、あるいは夫人の承認さんもで、加えてさっき言ったように稲田大臣の罷免について、他にも問題確認いっぱいあるんですよ実は。だけど間違いなくこの安保環境の中でこの人がとどまったら本当に国益に反すると思いますので、一刻も早くという意味では罷免はやっぱり稲田さんについては特出ししてやっぱり語らなければいけないということです。はい、他ございますか。私もここです。この会談とはちょっと直接は関係ないと思っているんですが、森友問題でですね、ちょっとよくわからない答弁が繰り返された佐川局長が国税庁長官になると決まったんですけれども、こちらにこの人事に関して何かあれば教えていただきたいなと。個別の人事じゃなくて、ちょっと全体見なきゃいけないと思いますね。先ほどね、森さんが触れたように内閣人事局長が内閣人事局長が官房副長官ですね。でこの人が足かせになっていろいろ我々の真相究明の問題が阻まれてたと思うんです。官僚に睨みが効いてた人事力です。でまさに夏の人事が始まってますよね。でこの人がどんな人事をやるかってことは、往復人事があるのかね、当てつけ人事があるのかね、あるいは場合によっては上の方ばっかり見て体育会系で揃って頑張った人たちは厚遇されるのかね、ちょっとよく全体見て判断をしたいと思います。他ございますか。私は関係者の中で自民党さんと社民党さんが総辞職を求めるという話だったんですが、民進党としてはどのような対応ですか。総辞職と解散総選挙って、とにかく安倍さんは辞めたというゴールは一緒なんですけど、ちょっと違うんですよ、違うんですね。審を通って自民党自公政権からも政権取りに行きましょうという話と、一刻も早く安倍さんには辞めてもらわなきゃいけないと。ただ内閣総辞職だと自民党自公政権じゃないですか。意味合いは違うんです。でそこの議論をまだ十分これからしなければいけないかと思いますが、まずはそういうところまで持っていくためにはやっぱり臨時国会とか閉会中審査を通じてより今の安倍政権の問題点を浮き彫りにするということが大事だと思いますので、そこを確認させていただきます。解散なりを求めるのはその先ということでしょうか。まず国会開く中で当選のことなんかそういうことを念頭に立って、どっちにしろですね、次の任期って来年の12月までですから、政治決戦は逆に我々が迫っていくようにならなければいけないと思います。よろしいですか。ここでますか。よろしいですか。今の答え、はい、はい、はい、早速質問内容でしたら集中します。はい、はい。